はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今回はね、家ラーメンでね、こちら激麺のきつね、激麺ラーメンのね、激麺のきつねラーメンになるのかね、こちらをね食べていきたいと思います。本当はね、またどっかね近場の公園行って、外でね、食べて撮影してね、パパッとね撮影してこようかと思ったんですけども、お天気がね全然安定しなくて、お天気悪いんで、急遽ね、家ラーメンということでね、家で食べて動画にすることにしました。でこの間ラーツね、ラーツした時に激麺のワンタン麺食べてね、でまあ全国発売ということと、なんかね発売45周年記念のコラボということで、激麺と赤いきつねのコラボで、激麺にワンタンが入ったねバージョンっていうのが、発売限定発売されてて、今日はねこちらをいただいてみたいと思います。なんで激麺ワンタン麺の方は、前にねラーツ動画で食べたので、そちら激麺のねワンタン麺もちょっとね見てみたいって方は、そちらのね動画、この辺にリンク貼っておきますんでね、そちらをご覧いただければと思います。であとね、本当は外で食べようと思ったんで、おにぎりね、ちょっとピクニック気分でおにぎりがあればいいかなと思って、おにぎりも買ってあって、で卵はね、卵焼きはこの間自分で焼いた卵焼き全部食べきれなかったやつをもうつけましたね。ネギ入りの卵焼きと鶏ごぼうのねおにぎり、おにぎり2個だけで148円ね、で税込み160円、おにぎり2個の値段ですね。でまあこれは卵焼きは、まあ自分で作った卵焼きを一緒に入れたっていう、まあそういう形ですね。ではじゃあ早速激麺ね作っていきたいと思います。はい、ではね激麺ね、激麺のきつねラーメンねいただいてみたいと思います。私も初めてなんでね、どうなってるかね。激麺のワンタン麺はね、ワンタンが入ってるんで、ワンタンの代わりに赤いきつねのお揚げが入ってるんじゃないかな。味の想像が全然つかないんですけどね、ちょっと食べてみようかと思って、中はまあ粉末スープね、粉末スープはこれはあれなのかな、激麺のスープと一緒なのか、それとも味を変えてあるのかちょっとわかんないですけど、まあ粉末スープね。でお揚げが入ってます。お揚げね、お揚げが入って、あとナルトが、ピントが全然合わってないけどもナルトが入って、で激麺のワンタン麺の方はこの見えるかな、ピントがうまく合わないんですけど、このここにねちらっと見えてますけど、メンマが生のメンマ入ってるんですけど、生のメンマをこうレトルトみたいなねパックに入ってるんですけど、これは乾燥のメンマが入ってますね、乾燥タイプのメンマで、ナルト見えますけども、こんな感じですね。ではじゃあちょっとお湯を入れて、よいしょ、これでね何分、3分ですね、普通に熱湯3分、これで時間までちょっとね待ちたいと思います。はい、ではね3分経ちました。で私ちょっとね間違えちゃったんですけど、こちらのね粉末スープはお湯を入れる前にもう入れちゃうタイプでした。申し訳ないです。なんで、粉末スープ入れずにお湯入れちゃったんですけど、本当は粉末スープを入れてから、今度はね、お湯を注ぐタイプでした。申し訳ないです。なんで皆さんね、もし作るときがあれば、先にね、粉末スープね、入れてください。ねえ、ちょっとね、動画の撮影に、ちょっと気を取られて、間違えちゃいました。先にね、入れてからお湯を注ぐと。こんな感じですね。よいしょ。
激麺赤いきつねラーメン、あ、匂いはね激麺の匂いしますね。あのこのスープの匂い、激麺のスープの匂いしますね。よいしょ、ちょっとこぼれちゃいましたけど、よくかき混ぜてね、よくかき混ぜて、お揚げメンマも入ってます。ほらメンマも入って、ナルト、ナルトが何枚か入ってましたね。ナルトどこ行った、ナルト、あ、ナルト、ナルトね、ナルト、こんな感じでね、ナルトも入ってます。今回はね、あのちょっと初めて食べるんで、具材の追加トッピングとかなしでね、これでいただいていきたいと思います。はい、ではね、激麺の赤いきつねラーメン、こちらねできました。こんな感じですね。匂いはね、あのスープの香りは激麺のスープの香りをしてますけどもね、それにお揚げが、ね、でっかいね赤いきつねのお揚げが入って、ナルトと、メンマが入ってるって感じですね。ではちょっと早速ね、一口いただいてみたいと思います。麺も、あ、ナルト、ナルト4枚入ってんのかなね。麺も激麺のね、麺ですね、うどんの麺じゃなくて激麺の麺が入ってますね。こんな感じね、ね、こんな感じで、では早速一口いただきます。なんだろう、激麺の味と、まあ、激麺ワンタン麺の味と若干違うな。スープが違うのかな、若干変えてあるっぽいですね。スープこんな感じ、まあ、見た目はもう普通にあの激麺ワンタン麺のスープと変わんないですけど、いただきます。あースープ違う、激麺ワンタン麺のスープでもっとね、生姜の風味があるんですよ。生姜っぽいちょっと風味が軽くあったりして、あとニンニクもほんのり使ってんのかな、うん、ですけどこれはねちょっと和風寄りに変えてあんのかな、うん、ベースは激麺ワンタン麺のスープですけど、ベースはねちょっとお揚げが入ってるんで、うん、和風寄りにアレンジしてあるのかもしれない。なんだろう、ちょっと甘い感じもする、お揚げの甘みなのかな、お揚げの甘みがスープに出てんのかな、どうなんだろう。お揚げね、でっかいお揚げ、不思議な感じ、うん、ではじゃあおにぎりとかもね食べていこうかな。よいしょ、おにぎりは1個食べれば十分だね。ちょっとちっちゃめですけどね、鶏ごぼうのおにぎりとね、卵焼き、鶏ごぼうのおにぎり、よいしょ、これがねまたね美味しいんですよ。鶏ごぼう、鶏肉はね、なんかひき肉、鶏のひき肉が入ってんのかな、あとごぼうとかあと人参とかが入ってる、こういうねおにぎり、ほんのりね、だしの効いたお、あの途中で炊いてあるのかな、でごぼうの香りがすごくねいい。
ほんのりね、奥の方に生姜とかね、あとニンニクとかのねスープね、うん、ほんのりありますね。なんでベース自体は本当に激めのスープがベースになってるっていう感じ。なるとね、お揚げ食べ応えある。うん。またお揚げからまたじゅわっとね、おつゆが染み出してきて、もう美味しい。麺はね。うん。うん。メンマもコリコリ。卵。卵焼きね、これ自分で焼いたね、卵焼きね、ネギ入りの卵焼きね、端っこ端っこね、いただきます。うんうんうん、甘みがねそんなに強くなくてね、ほんのりみりんの甘みで美味しいの。うん、やっぱり激麺ワンタン麺のスープよりちょっと甘いかな、甘みあるかな。うん、これはこれで美味しい。激麺のバージョンねの一つとして割と定番であってもいいんじゃないかぐらいの美味しいですね。うん、激麺もね期間限定でいろんなの出てますからね。前に煮干しのスープの激麺とかもありましたからね。うん、あとタンタンとかそういうのもあったのかな。うん、うん、うん、卵のスープ吸わして食べてみよう。卵焼きね、この激麺きつねラーメンのスープをちょっとこうね浸していただきます。うん、ちょっと塩気が入って美味しいかも。うん、うんうんうん、よいしょ、まだまだナルト残って、うん、今日は家レアなんでね、全部スープ飲み干さなくても大丈夫なんで、スープはね残したいと思います。いや美味しかったです、ごちそうさまでした。あ、今日はね激麺のきつねラーメンをね家レアでいただきました。またね外で食べたいとこだったんですけどもね、お天気が不安定なもんでね。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。